はい、えー、えー、あれだ。ほら、あの、ドン、ともきちゃんのようこそ、ドもともきです。はい、というわけで、えー、今日、今すげえパニックってます。えへ。ていうのも、本当にマジで急遽、ちょっと、動画を撮ろうと思って、本当にマジでヒゲも何も剃ってないんだけど、ちょっと、ほんとにね、あの、ごめんね、今日は先に言っとく。話はまとまらないよ。で、ドタバタしてるよ。ぐだぐだしてるよ。OK? ーーいいまず一つ言わして、みんな、俺に情報くれ。みんな、俺にまず情報くれ。あのね、ていうのも、選抜総選挙、AKB48 選抜総選挙、 えー、49th シングル49枚目のシングルの決めるやつ、えー、AKB48 選抜総選挙2017見ましたか皆さん見ました、えー、僕は途中から見たんですよはいあのヨガって学校にちょっといろいろ行っててであのほら10位ぐらいか大体10位ぐらい岡田奈々ちゃんが出たぐらいの時から見出したんですよだからそれ以下のやつは全然見えてなかったんですよ残念ながらね、えー、スピーチとかももろもろ1発表もね ね、であのー、データ放送か、うん、d ボタンで、えーえー、一覧の発表っていうのをいろいろ見たんですけどあのえー、みたいな「おおこうなってたんだ」1位見て「眉卒業発表のえー、マジか」っつって「ああ樹里奈愛してます」やったなとかねやっぱねそこは予想してたんだけどねや,やるだろうなっていうのプロレス用語とかね何かしらいいんだよそれはえー、っとね <laughs> 何かなそうそうしーの1位とかもあっていろいろやってるんだけど最後ダイジェストがあるのね。 うん、総選挙のでそのダイジェストを見てたらリリポンがどうやらそあの卒業発表ではなく結婚発表したと1個飛び越えたとステップを <laughs> っていうのであの俺それその瞬間知ってはあみたいな何に,なに,なに脳内がパニックになってなんかよくあるじゃん私は、えー、結婚します 48グループと NMB48 と結婚してこれからも AKB48 盛り上げていきます48の名をもっと上に私自身も上に行って頑張っていきますよろしくお願いしますありがとうございましたで締めみたいなねスピーチあんじゃんその結婚しますって終わっちゃってはあみたいなもう騒然で脳内パニックだし会場もどうやらパニックのようで、えー、ライブビューイングの会場もパニック、えー、現にメンバーのいる、えー、会場もパニック 徳光さんパニック、えー、アナウンサーの人みんなパニックっていうね会場のスタッフもみんなパニックっていうね、えー、状態らしいんですけど誰か俺に情報くれ俺は何もそれ以外の情報がない頼むあのマジなやつなのかそれともなんかドッキリなのか何かくれみんな頼む誰かあのライブビューイングでもいいやライブビューイングでもなんかこうテレビのやつでもさ見てたやつ情報くれ俺に リーポンの,その結婚発表について情報くれマジなやつなのかネタなのか何か俺がツイッターとか見落としててなんかねそのそういうなんかフラグが立ってたのかとか,かそういうドッキリ言うみたいなことあってたのかとりあえず情報くれみんな頼むぞみんなちょっとコメント欄で至給情報求む。 以上、えー、ちょっと本当にマジで何もまとまらないけど、えー、急遽この動画撮って、本当に手びれごめんね、これバーってなってて。あの手持ちで急遽撮ってるから、ちょっとあれなんだけど、マジで情報くれ。リリポンのストーリリカの結婚発表について、誰か情報を持ってる人がいたら、情報支給、コメント欄でください。以上、ともっきでした。アリオスバイナなろ。